こんにちは。京都市伏見区にあります向島福音住教会の牧師の牧と申します。今日は何の保証がなくても神を選択する信仰という題でご一緒に御言葉を学びます。ルツキ一章15節から22節。ナオミは言った。ご覧なさい、あなたの弟嫁は自分の民とその神のところへ帰っていきました。あなたも弟嫁に倣って帰りなさい。ルツは言った。あなたを捨てあなたから別れて帰るように私に仕向けないでください。あなたの行かれるところへ私も行き、あなたの住まれるところに私も住みます。あなたの民は私の民、あなたの神は私の神です。あなたの死なれるところで私は死に、そこに葬られたいのです。もし死によっても私があなたから離れるようなことがあったら、主が幾重にも私を罰してくださるように。ナオミはルツが自分と一緒に行こうと固く決心しているのを見ると、もうそれ以上は何も言わなかった。それから二人は旅をしてベツレヘムに着いた。彼女たちがベツレヘムに着くと、町中が二人のことで騒ぎ出し、女たちは、まあナオミではありませんかと言った。ナオミは彼女たちに言った。私をナオミと呼ばないでマラと呼んでください。全能者が私をひどい苦しみに遭わせたのですから。私は満ち足りて出て行きましたが、主は私を素手で返されました。なぜ私をナオミと呼ぶのですか。主は私を卑しくし、全能者が私をつらい目に遭わせられましたのに。こうしてナオミは嫁のモアブの女ルツと一緒にモアブの野から帰ってきて、大麦の刈り入れの始まった頃ベツレヘムに着いた。皆さん、今日私たちは信仰という言葉について考えさせられたいと思うんですが、どうでしょう、聖書の中にはこの信仰という言葉について明確に定義している箇所があることをご存知でしょうか。新約聖書のヘブル人への手紙の11章の一節です。信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものですとあります。私たちは目で見えるもの、または将来必ずこのことが起こるんだというものに対して従いなさいとか、それを信じなさいって言われたら容易に信じたり従うことはできますよね。でも目に見えないものなんです。または将来何が起こるかわからないものなんです。その中でそのものを信じなさいとか、そのものに従いなさいって言われると、どうしても心の中に不安がよぎってきてしまって、さらにはそれがだん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 心の中を締めて、見ることも従うこともできなくなってしまうということがあるのではないでしょうか。今日私たちが読ませていただいているこの御言葉には、まさに信仰を働かせたルツ、そしてナオミの姿を見せられるのではないでしょうか。このルツは自分の夫を失い、そして同じように夫を失って失望の中にあったナオミが、いよいよユダのベツレヘムに帰るということを決断したときに、彼女もその決断に従おうとしていきました。もちろんナオミには二人の嫁がおりましたが、一人の嫁オルパは、このナオミが彼女たちのことを心配して、この地に残りなさい、あなた方の実家に戻りなさいと言ったときに、オルパの方はそのナオミの言葉を受け取って、このモアブの野に残ることを決めていきます。ところがルツに関して言うならば、今日の箇所で書いてありますけれども、このナオミにすがりついていきます。
そして彼女はナオミから離れようとしない。私はナオミを姑よ、あなたと一緒に行動を共にします、あなたと共に行くところに行きますと、そのように言っていくわけですよね。もちろんここにはルツの優しさというものが隠されているように思いますけれども、でもそれとともにこのルツがこのようなことが言えたのは何かというと、実は彼女のうちに信仰があったということを見ることはできないでしょうか。神を信じ神を恐れるナオミと共に過ごしていく中で、交わりを深めていく中で、このルツという異邦人にも神様を愛する心、神様を信じる心が与えられていったんだということを見ることができるのではないでしょうか。ナオミはこの先自分に一体どのような人生が待っているか分かりませんでした。だからこそこの二人の嫁を地元に、この彼女たちが生まれ育った地に戻そうとしたのではないかと思います。もちろんルツもそのことを理解したかもしれません。でもそれ以上に、これから神様がこの私たちに何を用意してくださってるか、そこへの期待が大きかったのではないでしょうか。私たちはイエス様が弟子たちの信仰を問われた場面というものを福音書の中に見ることができます。湖を渡り嵐に遭い、そして沈みかけていったこの船に乗っていた弟子たちは大慌てでした。どん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 嵐が激しくなってくる中で、彼らはイエス様が一緒にいて、イエス様が寝ておられる姿を見たときに腹立たしくなって、イエス様、私たちが沈みかけているのに、死にそうなのに、あなたは何とも思わないのですかって言われましたよね。言いましたよね。でそれに対してこのイエス様は弟子たちに何を言われたでしょうか。イエス様はこの嵐を沈めた後に、信仰がないのはどうしたことですと、そのように弟子たちに問われたんですね。信仰がないのは、まさに私たちが先が見えなく、また目に見ることができない、そういう不安の中にいるときに、同じようにイエス様は問われてくるのではないでしょうか。私たちが人生を歩み出していくときに、私たちの途上で起こってくるさまざまな試練、さまざまな嵐、その中で右往左往としてしまう私たちに対して、イエス様は同じように、信仰がないのはどうしたことですと呼びかけてくださるのではないでしょうか。私たちはその時に改めて、信じるとは一体何だろうか、あのヘブル人の手紙で言われているように、目に見えない事柄でもそれが保証されているんだというところに目を向けていくべきではないでしょうか。19節を見ますと、ナオミとルツがモアブから旅を続けてベツレヘブに着いたということが記されています。人々はこのナオミが帰ってきた時に、歓迎の言葉を持って彼女をもてなそうとします。しかし心傷ついているナオミは、人々に対して私をマラと呼んでほしいと言うんです。マラ、それは悲しみです。彼女がどんな思いを持ってこの地に戻ってきたかということを、この言葉は表しているのではないでしょうか。夫を亡くし、息子たちを亡くし、そしてたった二人、ルツと自分だけがこれから一体どんな生活をしていくんだろうか、不安がたくさん彼女の心の中によぎったことだと思います。でも皆さん、このナオミ、このルツはまだ開かれていないところがあるんです。それは何でしょうか。自分たちの悲しみの現実に目を留めてしまうばかりに、これから神様が彼女たちに与えてくださろうとしていること、いや、もっと言うならば、この彼女たちを用いて神様がどんな御業をなされようとしているかということを、この時点で知らないがゆえに、彼女たちは悲しみ苦しみの中に歩んでいるということなんですよね。かつて私も神様を信じてから、大きな試練と思えるようなことを何度か経験してきました。ある時に私の信仰の友が一つの御言葉を送ってくれました。それは詩篇の119編の71節です。苦しみにあったことは私にとって幸せでした。
私はそれであなたの掟を学びましたという御言葉です。私は最初にあった大きな信仰の試練の中で、もう私は信仰者として生きていくことはできないのではないかと思いました。苦しくて苦しくて、神様は一体なぜ私にこんな苦しみを与えたんですか。来る日も来る日も涙で日を過ごしていきました。でもそんな私を見かねた友人がこの御言葉を与えてくれたわけですが、私はこの御言葉を知った時に、聞いた時に、あ、この苦しみの先に神様の御心があるんだ、神様のご計画があるんだということを教えられたのです。この苦しみを通して、実は私は自分自身だけを見てもうダメだと思っているかもしれない、でも神様はこの苦しみを与えることを通して私の信仰を成長させ、さらにご自分に近づけようとされているんだ、そのことを知った時に私は本当に慰められ励まされ、また一歩信仰の歩みを進めることができたように思うんです。皆さんどうでしょう。もしかしたら皆さんも今苦しみのただ中におられるかもしれません。なぜですかって神様に祈り続けていることがあるかもしれません。でも神様はこの先にあなたのその信仰に応えてくださるお方であるということをぜひ覚えていただきたいと思うんです。信仰を働かせる、簡単に思えてしまいますけれど、でもこれは本当に難しいことではないでしょうか。一体どんな時に私たちの信仰が働くんでしょうか。それは私たちの人生が満たされて、そして楽しくてって、そういう時にももちろん信仰は働いているかもしれませんが、むしろ苦しい時、痛い時、悲しい時にこそ私たちの信仰が問われ、また信仰が働く機会が与えられているのではないでしょうか。困難と思えるような状況の中で、苦しいと思えるような状況の中で、私たちは今日神様を求めなければなりません。神様に叫ばなければなりません。すべてをご存知で、すべてを導いてくださる神様に、主よ、信仰を与えてくださいと、どうぞ私たちの祈りの言葉として今日の一日を歩ましていただこうではありませんか。お祈りをします。天のお父様、感謝します。もし目の前に苦しみを負っておられる方、悲しんでおられる方、痛んでおられる方がいらっしゃるならば、主よ、その一人一人の心にあなたが語りかけてください。信仰が落ち込んでしまっているならば、神様、あなたへの信仰から離れてしまいそうな状況ならば、主よ、格別にその一人一人のうちに働いて、その信仰を守り引き上げてくださいますようにお願いをいたします。イエス様のお名前でお祈りをいたします。アメン。